こんにちは。フェルナンドの旅チャンネルにようこそ。10月31日から11月25日の26日間の予定で西アフリカに行きます。これをご覧になっている11月5日はすでにアフリカにいます。マックを持参しなかったので旅行記の編集は帰ってからになります。今回は準備編で、なぜ西アフリカなのか、そしてどのように計画したのかをお話しします。西アフリカはスペイン領のカナリア諸島、モーリタニア、セネガル、ガンビア、そしてカーボベルデの5カ国を巡ります。世界遺産は10カ所を予定しています。それではどうぞ。高校時代の友人からメールが来ました。何、王君、モーリタニアで仕事をしています。71歳で仕事とは一体何をしているのでしょう。羽田からカタール航空にしたのでドーハを経由します。ドーハからカナリア諸島は直行便がないので、スペインのマドリッドまで行って、そこで乗り継いでラスパルマスです。モーリタニアはこんなところにあります。その南にセネガルです。実はそのセネガルに1978年初めて世界遺産に登録された12県のうち一つがあります。ゴレ島です。ゴレ島を訪問できれば残りはカナダの那覇に国立公園のみとなります。早速航空券の手配をします。スカイスキャナーというサイトがとても便利です。安い航空券はアジア系か中東の航空会社です。カタール航空はワンワールドメンバーでリーズナブルな運賃です。私はカタール航空でドーハ経由のマドリッド行きを予約します。日にちを1日ずらすだけで値段が変わることもあるので、いろいろ検索し10月31日出発となりました。そんな感じで飛行機を予約していきます。次にホテルですが、私はブッキング .com が好きです。掲載ホテルの数が多いので選択肢が広がります。地図からも探せて、行きたい場所の近くのホテルとかが一目瞭然です。現地の観光ですが、ガイドブックにない国々なので友人に頼るしかありません。運転手付きのレンタカー会社を紹介してもらいました。そこそこの値段ですが、安全には変えられません。またホテルともやり取りして空港送迎をお願いします。空港で待機しているタクシーは基本危ないと思った方がいいです。これで日程が完成しました。あとは現地の様子を見ながら調整するしかありません。有名人ではないのでいいのですが、先の予定にモザイクをかけさせてもらいました。さて、荷物、特に蚊とダニの対策の薬品は持ちました。これ入るのでしょうか。なんとかなりました。重さは約13キロです。さて、西アフリカの旅どうなったのでしょう。12月1日からアップする予定です。ご期待ください。途中何らかの形でご報告できればと考えています。ご視聴ありがとうございました。